そろそろ徐々にケトン人になっていこうと思います。ケトジェニックダイエット、メインを減らして代わりにヨーグルトにしました。はい、プロテインが届きました。今回もエクスプロージョンのミルクチョコレート3キロ、3キロで6000円ぐらいです。一般的なプロテインやったら1キロ3000円ぐらいしますけど、これ3キロで6000円ぐらいなんでめちゃくちゃ安いです。安心の国内製造です。そしてもう一つはこちら FP39 のテキストが届きました。5月に受けます。39から。はい、今日はカレーを豆腐にかけました。いただきます。今から筋トレします。日曜日の草野球で投げた筋肉痛がまだ残ってるんで、今日は軽く胸筋とあと腹筋軽くやりたいと思います。繊維を取るためにでっかいヨーグルト買いました。今日はサバの水煮に MCT オイルを入れました。ナッシュの焼き鳥の柚子胡椒です。はい、今日は下半身のトレーニングをしたいと思います。日曜日の草野球のピッチングの肩の張りが全く取れてないんで、背中の筋トレは明日以降に置いときます。豆腐とホイコーローです。背中をやります。
豆腐と味一番とお鍋のお肉と野菜だけいただきます。ホームインスペクターの試験はコロナの影響で勉強できなかったんで、もう受験するのは諦めました。5月の FP3 級、ファイナンシャルプランナーの3級をとりあえず次受けたいと思います。今週からケトジェニックを緩く始めました。朝プロテインと MCT オイル、昼は糖質をなるべくオフ、夜は晩ご飯の中で食べれるものだけ食べて、あと主食は豆腐にしてます。とりあえず90キロを切れるように頑張ります。じゃあ、なんか、作ろう。じゃあ、まうわ。